大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ライコーガルダ前に行きそうです。オスミトーク、それに続いています。さらにはロジータ、6番スイフト星代、その後ろ藤野ダンサー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはライコーガルダ、その隣にオスミトーク、ロジータ、大井をキープ、オレンジの帽子ジョーグロー、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から、先手を取ったのはライコーガルダ、9番ロジータ2番手を追走しています。これに続いてオスミトーク、すぐ後ろにムービーラブ、スピニングハッスル、そのうちに続いています。ロイヤルワース、それに続いています。その隣にチェリーフット並んで、6番スイフト聖代、合計2000、すぐ後ろ、その外に藤野ダンサー、最後方にグレートホープ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ロジータ早くも先頭、ジョーグローほとんど差がありません。ムービーラブ3番手、さあロジータこのまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はロジータ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ロジータ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は合計2000、あと 200m、 ロジータ先頭だ、残り 100m、 合計2000、抜けた、ロジータ追いすがります。合計2000、1着、2着にはどうやらロジータ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは合計2000。いよいよ直線の攻防、先頭変わって、高隼人、ナルシスノワール先頭、残り 200m、 ナルシスノワール先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。バブーメモリー、ナルシスノワール追いすがります。バブーメモリー、バブーメモリー、1着、2着にはどうやらナルシスノワール、これが G1 馬だ、バブーメモリー。今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の五歳地ジョージゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。五歳地ジョージ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて五歳地ジョージ行きました。五歳地ジョージ競りかけていきました。ブリキャップ好位をキープ、その隣にパリブソング、内からはドクタースパート、黄色の帽子鹿島ウィング、その後ろすぐ隣にホワイトストーン並んで、12番ダイワゲーリング、すぐ後ろに日本ピロブレイブ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。メジロマックイーン先手を取りました。11番ブリキャップ2番手を追走しています。並んで12番ダイワゲーリング、抑えちジョージ、この馬もこのグループ、すぐ隣に鹿島ウィング、ドクタースパート、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のモグリキャップ現在先団です。もう一度先頭から見ていきましょう。メジロマックイーン先手を取りました。さらには抑えちジョージ、好位置をキープしています。モグリキャップ、その外からダイワゲーリング、その後ろに鹿島ウイング、
並んで14番アリエンテ、ホワイトストーン、この馬もこのグループ、その隣にドクタースパート。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてメジロマックイーン、抑え地ジョージ、ほとんど差がありません。メジロダブリン3番手、オグリキャップいい位置、安城の豪采に応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオグリキャップ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はオグリキャップ、あと 200m、 オグリキャップ余力は十分、さらに引き離していく。後続は大きく離れました。2番手はメジロマックイーン、オグリキャップ6走、オグリキャップぶっちぎりです。オグリキャップ1着、2着はメジロマックイーン、これが絶対王者だ、オグリキャップ。Thank you.